もちろん今回も無料ゲームたくさんありますが、セールの中から海のイベントに注目してみました。それでは行ってみましょう。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。毎週金曜日、スチームのセール無料情報をお届けする週刊スチーム通信のお時間がやってまいりましたね。はい、昨日ですね、E3 に代わる、イベントとして注目されていたサマーフェストが開催されて、いろんな新作ゲームが発表されましたよね。自分も1時間半ぐらい見てたんですが、夜中配信だったので、皆さんも眠たい目をこすりながら見ておられたと思うんですけれども、スチーム関連で言えば、いろいろ新作の発表があったので、明日また詳しく説明しますけれども、ラスアスとかね、やっぱり来たかと。プレイステーション畑で流行ったものが、スチームに来る流れっていうのが最近出来上がっていましたけど、やっぱりラスアス来ますね。そしてなんとラスアスの世界観をモチーフにしたマルチもね、なんか登場するということで、2023年も、そのあたりが盛り上がるのかなっていう感じはしました。はい、また明日のね、スチーム最新情報を聞いていただければそのあたり、レポートできると思うので楽しみにしていてください。ではまずこのコーナーからいってみましょう。今回は3つの、セールに注目してみました。まず、バイオハザードですね。バイオハザードの、セール最大 80% オフということで、ビレッジが 50% オフをはじめですね、過去作がかなり安くなってます。だいたい 50% から 75% オフになってますね。で、バイオハザードといえば、リメイク4かなが発表されたばかりですかね。はい、2023年にリリースされることが決まりましたけれども、それもあってまた再びバイオに注目されて、結構ね、YouTube とか Twitch とかの配信でもバイオハザード人気があって、結構視聴者見ていて、しかもそのビレッジとか、バイオハザード7から入ってまた過去作をこうプレイするっていう人も増えてますよね。そういう意味ではこういう Steam のセール、安くなるセールというのはありがたいのかなという感じがするので、まだやったことない方が入りとして過去作を購入してプレイする上ではいいんではないかなと思うので、積極的に活用してみてください。そして、2つ目なんですが、 Xbox、ベセスダゲームショーケースということで、はい、6月9日から14日の午前2時までですね、多分、ずっとセールされているんですが、なんといってもね、6月13日午前2時日本時間ですね、はい、深夜になりますけれども、はい、ここ自分は結構注目点なんですね。ベセスダも好きですし、Xbox のゲームは Steam と親和性が高いので、かなりの新作が発表されるんではないかなと踏んでいます。はい、ひょっとしたらね、今朝やっていたその冒頭で言った、E3 に代わる、サマー、イベント、サマー、ショーケースだったかな、はい、それよりも多分なんか注目度高いんではないかなと思うので、はい、このセールにも、そしてストリーミングにも注目したいと思います。 YouTube とか Twitch で、生配信するのでね、はい、そのあたりもチェックですね。はい、そしてベセスダさんのゲーム、フォールアウトシリーズをはじめ、ディスオーナードシリーズ、そしてドゥーム、ヘイローなんかが、セールされてますね。60% オフ、ヘイローはマスターシーフコレクションが1680円ですし、ドゥームは 75% の561円まで下がっております。はい、フォールアウトとかね、ベセスダももうスチームで新作を送り出すということがもう発表されているので、はい、今後そのもちろんそのショーケースでもそうですし、今後2023年に向けて、新作もどんどん出ると思うので、そのあたり注目だと思います。はい、このベセスダの、そして Xbox の、セールも見逃さずに、
はい、クラシックス1なんか購入するといいかもしれませんね。 80% の1568円で、こっちは、クラシックス2 73% の2268円ということで、ね、バンドルのようなもんですよね。まあ、こういうものを購入するといいかもしれません。そして、もう一つイベントがあってですね、3つ目なんですが、ワールドオーシャンズデイということで、はい、これイルクジかな、多分イルカクジラ会議でしょうね。イルクジモデルなんかがね、G-SHOCKの限定モデルとして発売されたりとか、まあ、あの毎年やってるのかな、はい、環境問題をね取り上げた会議ありましたよね。乱獲防止のねイベントなので、こう海関連のゲームが、セールされてます。アブズ 50% の990円、これは綺麗な海の中をね、探索しながら簡単なこう謎を解いていくゲームですけれども、はい、50% オフになってますし、はい、スピリットフェラーといってパーラーか、ね、造船、その建設をしながらその物語を進めていくアドベンチャーゲームですけども、まあ、そういったものも入っていますし、はい、デスギャンビットみたいな、ね、メトロイドバニアのゲームなんかもセールされています。はい、サンレスシーって何だったっけな、はい、これもなんか海洋ゲームですかね。ラブクラフト、あ、ラブクラフトか、探索サバイバルのタグが付けられていますが、まあ、このあたりが、主にセールされてますね。それぞれ 30% オフから 67% オフまでになってます。で、このマラのマラ自体その単体はセールされてないんですけれども、バンドルで、はい、ダウンロードコンテンツが入ったものが 78% の1175円なので、はい、これを買うとダントツに安いって感じですね。セーブザウォーターズバンドル、これは、ザフレームインザフルードとか、はい、アイアムフィッシュとか、まあ、このあたりの、ゲームがセットになっている、そのバンドルが 20% であるとか、まあ、こういうちょっと海関連のゲームがセールされているので、後でチェックしてみてください。はい、ではこの中から今回はこのゲームに注目してみました。今回紹介するゲームはエコシステムです。はい、生態系という意味の通りですね、何もない自分が、選んだ箱庭的な海にですね、生態系を誕生させて育てていくという、はい、ウォッチングシミュレーションゲームですね。はい、こんな感じでね、もうものすごく奇妙な生態系が誕生して、なんかこれ魚とも言えないし、これ生きてるのかな、まあ、ただ漂ってるだけみたいなものもあれば、こう進化が進んでいくと、あの魚のような感じで泳いだり、ぎこちないこう動きをしてですね漂う、そしてそれがまあどういう名前で、まあ、どういうこう進化でこれから生きていくのか、まあ、生態系が一つ一つ違うので、まあ、それをこう観察しているだけでも楽しめる、海洋シミュレーションゲームになってますね。はい、独自のね行動原理を持っている、魚というか海の生態系たちなので、あ、こうやって魚もこう進化していったのかなと、環境に合わせてどんどん、進化していったのかなということをこう垣間見えるゲームですね。で、変わった生態系が、生まれれば、まあ、それをねテイクショットといって、まあ、写真を撮ることもできますし、まあ、それをシェアして、みんなに見てもらうこともできますね。まあ、それぞれ、環境に合わせて生まれる生態系が異なるので、まあ、そういうものをこうシェアして楽しむっていうこともこのゲーム、これゲームと言っていいのかな、はい、この観察シミュレーションの、醍醐味の一つと言えるかもしれません。果たして、まあ、どういう生態系が生き残って進化を遂げて魚のような形をとるのか、どういうものが繁殖していくのか、どういうものが失われていくのかとか、本当こう、海の不思議というか、そういう生命の不思議を、
見ることができると思うので、まあ、今まで多分アクションゲームとか、まあ、そういう動きのあるゲームをしてきた人の中にはこういうねのんびり本当生態系を楽しむシミュレーションも一つ持っておくといいんではないかなと思うので、はい、ぜひ遊んでみてください。 10% オフの1845円で楽しむことができます。でアーリーアクセス中なので、これからもどんどんブラッシュアップしていくと思いますので、ぜひ遊んでみてください。それでは続いてこのコーナー行ってみましょう。まず、Steam の期間限定週末無料プレイですが、はい、デッドバイデイライトがまた来ていますね。はい、このゲームも本当に息が長い、キラーとかサバイバーが追加されてね、新マップとかでパークとかもね、それに伴って増えたり、ユーザーに合わせた微調整もねパークに加えられることによって、まあ、より遊びやすくなっている、まあ、いろんな意見はあると思いますけれども、はい、クロスプレイも始まりましたし、スマホ版ですねもう好調らしいですし、まあ、今まだまだ盛り上がってますよねこのゲーム、はい、非対称マルチのホラーゲームですけれども、はい、これが、3日間無料プレイができて6月22日まで 60% の792円、そしてバンドルもですね各種安くなっているのでご覧になってみてください。はい、5万以上の人がね、パソコン版でも遊んでいるということなので、まあ、コンシューマー版スマホ版合わせればかなりの人数が遊んでいるのではないでしょうか。まあ、単純でこう分かりやすいですねシステムが。でもパークとかをこういろいろ掛け合わせながらするので奥深さもあると、まあ、その辺がこう うまく両立したゲームになっているのかなと思います。そして、アナクライシスというゲームです。ザ・アナクライシスかね。これもなんかすごく変わったゲームですけど、今年の1月14日に出た FPS ですね。はい、今無料プレイが3日間来ているので、またちょっと人口が増えていてオールタイムピークの、人口になってますね。まあ、546ってちょっと寂しい気はしますけれども、でもマッチングはできるでしょうねこれぐらいいたら。はい、6月24日まで 50% の1545円で購入することができます。はい、おすすめ、あれかレフト・フォー・デッドみたいなゲームって書いてありますね。ゾンビじゃなくてエイリアンということですか。はい、ぜひ、遊んでみてください。そして、Steam の無料ゲームですけれども、はい、ダイングライトの、ダウンロードコンテンツが今ダイングライト持っている人に無料で提供されてますね。6月24日午前2時までになっています。はい、こちらぜひゲットしてみてください。バンドル内容はプロテクター、ディスパッチャー、ガーディアン、ハイパーアーギュメント、はい、四輪車となってますね。まあそのね、ダイングライトのその本編を有利に進めるためのっていうか、あのスキンとかねアイテムだと思うんですけれどもね、まあ、有利に進めるというか、まあ、彩るためのものだと思うんですけれども、はい、ダイングライトをお持ちの方はぜひこれを機会にゲットしてみてください。そしてもう一つですね、今、カプコンがアーケードスタジアムということで、スタジアム2が出るんですよね今度。その2が出るのに伴って、1からアーケードスタジアムの1からストリートファイター2を無料で提供しますよというキャンペーンやってます。スト2といえばですね、まあ、ストリートファイター1は直接この今のストリートファイターシリーズをに火をつけたものではなくて、まあ、2から火がついたっていう感じですよね。まあ、その原点とも言うべき格闘ゲームが、無料で配布されているので、まあ、これを機会にぜひゲットしてみてください。はい、カプコンアーケードセカンドスタジアム予約開始期間限定の無料無償配布キャンペーンも実施ということで、はい、7月21日までになってますね無償配布期間は。まあ、まだ余裕がありますけれども、はい、ぜひゲットしてみてください。まあ、ファイティングコレクションなんかもあったりとかしてね、はい、カプコンも過去作を Steam で、まあ、PC で遊べるようにしてくれているので、はい、ぜひ、ゲットしてみてください。そして、外部サイトの無料ゲーム情報です。インディーガラから、
はい、スタンディッドインタイムというゲームですね。ストランディッドインタイムか。はい、2015年7月17日のインディーアドベンチャーのタグが付けられてますが、これ日本語ないだろうな。ですよね。日本語非対応なゲームですね。はい、この世界から謎を探求するための楽しくてエキサイティングな冒険にあなたを連れて行きます。古典的なアドベンチャーゲーム、エキサイティングなストーリー、すべての年齢のための楽しいゲームプレイ、トリッキーなパズルと相互作用、かわいいグラフィック。なんかすごいね、どのゲームでも書けるような内容になってますが、はい、ぜひ、ゲットしてみてください。時間に取り残されたという意味らしいですね。はい、そしてエピックゲームズマンイーター来ましたね。エピックゲームズ相変わらず4000円以上のゲームを無料にしてくるかという感じですけれどもね。はい、自分がサメになって回遊しながら人を襲うという逆海洋ゲームみたいなね。魚になるんかいっていう、人じゃないんかい主人公はっていう感じですけれどもね。はい、このマンイーター2021年5月25日に Steam でも出ております。そして非常に好評の評価を、得ていて、毒のあるユーモアっていうのがね毒のあるユーモアっていうタグが一番ね押されているということですね。ユーザータグとしては、はい、捕食者である、オオメジロザメの視点で人間や性動物を襲い暴れ回るアクション、上手側になった気分で人間たちに恐怖を与えましょうとなってますね。はい、日本語対応しているので、ぜひ遊んでみてください。はい、そして、外部サイトのお得情報ですが、まず、ファナティカルで新しいバンドルが来ましたね。ネメシスバンドル11ということで、はい、ファー、ローンセルとか、アラガミとかですね、ストレスゲームですけれども、まあ、こういうものを中心とした、バンドルが、500円で購入することができますね。はい、で、1120円出せばエバースペースも入ってくるということで、はい、どちらかを選んでくださいよっていうバンドルですね。まあ、これが今結構売れてます。ただ一番売れてるのはこのプレミアムコレクションですね。先週も、紹介しましたけれども、はい、ディスオーナードとかね、デッドアイランドとか、まあ、有名どころのゲームをはじめ、3つここからチョイスすれば1359円、5つ7つとそれぞれ金額が上がっていくんですが、まあ、3つどれを取っても多分単体で購入すると結構高い、値段の高い作品なので、まあ、お得かなっていう感じですね。はい、そして、ハンブルチョイスがですね、6月が更新されております。はい、スコードローンとかね、フェニックスポイント、コールオブザシーをはじめですね、はい、このチャンネルでも紹介したアクションゲームパンプキンジャックであるとか、まあ、CG サバイバルなんかのこの8つのゲームが、届きます。はい、まあ、1300円そこそこでね、まあ、バンドルと、考えればかなり安い買い物だと思うので、このハンブルチョイスにもチャレンジしてみてください。そして、ダイレクトゲームズからですね、まあ、ログインキャンペーンで600ポイントもらえる、全コンプで600ポイントかな、最大って書いてあるもらえるキャンペーンとは別にですね、はい、6月第2週週末ビッグセールキャンペーンということで、6月10日から13日までですね、はい、かなり有名どころのインディーゲームが、ラインナップされている、はい、セールが開催されてますね。はい、こういうあの国産の外部スチームキー販売サイトにも注目していただければなと思いますし、はい、フロンティアのサマーセールキャンペーンも6月16日まで開かれてます。まあ、ジュラシックワールドとかね、プラネットズーなんかが、セールされているので、まあ、このダイレクトゲームズもぜひ足を運んでご覧になってみてください。 Steam の、週末無料プレイ、そして外部サイトの無料ゲームお得情報は以上です。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。まあ、新作がどんどん登場しているのでね、結構トップページを見るだけでもワクワクするようなラインナップになってますよね。はい、売上トップも、はい、ラストがね、今なんかイベントやってるのかな。はい、それで
あ、6月3日にアップデートしたのか。はい、その関係で、今また売れ出してますね。で、はい、サンブレイク出ましたね。あ、出ますね。6月30日に出ます。はい、予約の段階でもう売り上げトップ2位に来てますね。はい、サンブレイク皆さん楽しみにされているのではないでしょうか。そしてサンブレイクに引っ張られてですね、はい、モンハンライズ本体も売れているということですね。で、今ね、はい、ギルティギアストライブが 40% オフということで、はい、セールされているので、上位に来てますし、まあ、ドラゴンズドグマ言えてない、ダークアリズムも 84% オフの650円ということで、はい、上位に来てます。これもね、かなりいつも安くなりますよね。はい、で、グランドセフトオート5もプレミアムエディションが 64% オフということで、久しぶりにグラセフ、ね、なんか上位に来てるなという感じしますね。はい、あと、マウント&ブレード2、デッドバイ 20% オフ、60% オフということで、まあ、このあたりがセール作品の、上位ですかね、売れてます。で、ここのスペシャルっていうところをクリックしていただくと、はい、セールだけの売上トップも見ることができるので、セールされている作品の中で何が今一番日本で売れているのかっていうことをチェックすることができますね。スカーレットネクサスなんかも入ってきてますね。はい、バイオシリーズ今セールされているので、はい、ビレッジ売れてますね。Z バージョン、一番えげつないバージョンですけど、50% オフの3995円となっています。はい、この中からも新作、そして自分のプレイしたいゲームチェックしてみてください。で、最後になりましたが、このチャンネルではただ、自分のゲーム、Steam ゲームの実況するだけではなくて、前回クロスプレイの、紹介とかもしましたが、まあ、いろいろパソコンっていうか Steam に関わる機能とか、紹介している初めての Steam であるとか、おすすめゲームをいくつか紹介する、コーナーであるとか、まあ、いろんな動画を上げています。まあ、全てはホームのところを見ていただくとね、チャンネルの分かるようになってますので、ぜひ、足を運んでみてください。そして、この動画がちょっとでも役に立ったと思えるのであれば、高評価のボタン、そして、チャンネル登録もお願いしたいと思います。では最後、そうですね、どうしましょうかね、はい、ゲームイベント続々配信にしましょうか。ゲームイベント続々配信、はい、6月はゲームイベントの季節になっています。はい、この、キーワードを今出てると思いますが、プレゼント用の、ツイッターアカウントフォローしていただいて、フォロー返しますので、ダイレクトメッセージの方に、ゲームイベント続々配信と入力していただいた方の中から抽選で、何らかのSteamゲームキーをプレゼントしたいと思います。明日締め切り、土曜日中締め切りの日曜日配布にさせていただきますので、どんどんご応募いただければ嬉しいです。では、明日結構ね、イベントとかもあるので、最新情報、まあ、来週も大概多分土曜日の最新情報は忙しいですけど、今週もかなり新作が出ていて、はい、まとめているので、また明日も聞いていただければと思います。予定では18時半からですね、配信したいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。では週末チームゲームともに楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。